こんにちは、ネバネバールくん。ネバもうみんな知ってると思う。ネバだけど、2020年に東京オリンピック・パラリンピック開催ネバね。茨城県でも茨城鹿島スタジアムにおいてサッカーの試合が行われるネバよ。そこで茨城県では今後一層増えていくと思われる外国人観光客の誘客に取り組んでいくネバね。ということで今回のチャレンジ茨城テーマはビジット茨城海外誘客プロモーションネバー。日本に来る外国人観光客は2011年から2017年の6年間で4倍以上増加しているネバー。現在茨城県にはおよそ30万人の外国人観光客が訪れているネバよ。茨城県に来る外国人観光客は台湾の方が最も多く、中国、タイなどの国の方々も多く来てるネバね。県では外国人観光客獲得に向け戦略的プロモーションを展開し、日立海浜公園など日本を代表する観光地やアクティビティ、北海道に次ぐ全国2位の農業産出額を有する茨城県の魅力を発信しているネバー。海外イベントへの出展や海外メディアを活用し、世界へ向けて茨城県の魅力を発信していくとともに、海外の旅行会社の方々を実際に招いて茨城県の素晴らしさを肌で感じてもらい、旅行商品造成の促進を図っているネバね。この他にも外国の方が不便を感じないよう、宿泊施設などにおける多言語対応の推進や Wi-Fi 環境の整備なども行っているネバね。インターネットやスマートフォンが普及し、観光情報を簡単に取得できるようになった今では、ツアー旅行客のほかに個人旅行客も多くなっていますネバね。そんな旅行動向を踏まえ、オンライン旅行サイトにおける旅行商品の販売促進やスマートフォン向け動画による情報発信など、個人旅行客にダイレクトに茨城県の魅力を発信しているネバー。茨城県の空の玄関口、茨城空港は去年の7月からソウル定期便の運航が開始されたネバよ。10月からは台北便が定期化されるネバよ。ということで実際に茨城に来た人の外国人観光客にお話を聞いてみましょうネバー。ささ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 さ。どっから来られましたか？我来自台湾。大家好。台湾から。是。ありがとうございますネバー。茨城はどこ行かれました？我们去水户车站、大喜神社、兼乐园，配合的旅行的团队一起出来，我觉得。没有走过的地方就下次再来。どっから来られましたかネバ？そうですわせよ。思い出に残った場所とかありますネバか？台楽公園の좋아요。また来てくれますかネバね？내년2월에ベアピルテ하고그다음에3월말에벚꽃필때한번또오겠어요가이라스골목꼭한번들어올거예요どこから来られましたかネバか？한국에서왔어요茨城のどこに行かれましたネバ？水戸。で、水戸에있는ロバダヤ에있는가게焼き鳥를먹었는데아주맛있었어요。맛있다。じゃあまた茨城に来てくれますかね？아네다시오고왔습니다。どこの国から来られましたかネバ？从台湾来的。我们从台湾。どこか思い出深い場所ありましたネバか？神社。海边很漂亮。在海上的神社。茨城県で食べた美味しいものってありますねバカ？納豆。納豆出ました、嬉しいねバー、ありが納豆、ありが納豆ねバ。今回はビジット茨城海外誘客プロモーションをご紹介しましたねバー。東京から近くて美味しいものがたくさんあって自然も多い茨城県の魅力をたくさんの外国人観光客に知ってもらいたいネバね。ということでチャレンジ茨城、次回もお楽しみにネバー。